えー、それでは時間になりましたのでね、今週の IMT カレッジの講座を始めさせていただきます。えー、今週取り上げるジャーナルは、ファーティリティセレリティの4月号でございます。それでは最初の論文からお願いいたします。 I V F における調節卵巣刺激の際に認められる双発プロゲステロン上昇が関心を集めています。双発プロゲステロン上昇に関わる臨床的意義のみならず、研究者間で必ずしもその解釈が一致していません。 アヌフェルツラは双発プロゲステロン上昇に影響を与える因子やメカニズムを解説しています本号でディ・ゼグラーラはプロゲステロン上昇と卵胞由来の酵素との関連性を報告していますローレンツらはプロゲステロン上昇と子宮内膜受容脳や卵子の質との関係やその対応法について説明していますこれはあのコメンタリーのの論文ですあと本号にその後3つ 卵巣刺激、過剰刺激のです、ね、最後の h g 投与の段階で上昇するプログレステロンに関与する3つの論文が出ております。で、最初のアダ・ハー族っていう人の論文はですね、プログレステロンは上昇するというのは、それは外因性に LH が、外因性の LH が働いている、いやいや、内因性の自分自身の化成体が出る LH が働いているというような。 説についいいいててろろ分析しした結果を報告していますその,時その次のデ・ゼイグラの論文ではですね卵胞というのは成熟しますと最初は下粒膜細胞からプロゲステロン分泌しますがその後と下粒膜細胞から分泌されるんですねでその時に FSH 単独でもプロゲステロン分泌するんじゃないだろうかというような考えも紹介していますで3つ目の論文のローレンズの論文はですね プロゲステロン上昇すると妊娠率は下がると言われるけれどもそれは卵の質が卵子の質が低下するからという説とプロゲステロン上昇が着床期の子宮内膜にネガティブな影響を与えるからだという説の2つがあるということを紹介していますでプロゲステロンの上昇に関しまして今あの簡便なラジオミル圧セ と言いますか、あのラジオイムサではありませんか。前あのオートマティックな分析法が用いられていますが、その分析法の精度に問題があるんじゃないかという考えも紹介してきます。で、この内容につきまして次の論文で順を追ってご説明させていただきます。 双発プロゲステロン上昇はがん一性ゴナドトロピンが卵巣に作用し引き起こされる現象で子宮内膜にもその影響は及ぶのではないかと考えられています子宮内膜への影響により新生配食に伴う妊娠率は低下すると考えられていますが必ずしも一致した結果は得られていません成熟卵胞の数が多くエストラジオールレベルの高い患者において双発プロゲステロン上昇が起きやすいもののそのネガティブな影響を は、多数の卵胞により打ち消されるのではないかとも考えられています。しかし、卵巣の反応性が比較的不良な患者において、双発プロゲステロン上昇は臨床結果にネガティブな影響をもたらすと考えられています。プロゲステロンの上昇の移管により、状況を見ながら配当月の選択肢も考慮する必要があると思われます。はい、ちょっと最初のところをちょっと見せていただきますと。 この総圧プロゲステロンというのは、ゴロナトロピン刺激をやって、えー、最後に卵胞が大きくあの成熟して、HCG を投与する段階で、血中プロゲステロンを測ってみるとですね、大体1.5ナノグラムパイメール以上ありますと、認知率は少し下がると言われているんです。また、研究者によっては0.9ナノグラムパイメール以上あると、少し認知率は下がると言われているんです。ところが、よく卵巣の反応性が良くてですね、卵子がたくさん採取される例では、 プロゲステロンのレベルが多少上昇しても臨床成績に影響を与えない。それは卵子がたくさん取れるからネガティブな影響を打ち消すのではないだろうかという考えもあるんです。で、それともう一つはプロゲステロンが上昇すると子宮内膜にネガティブな影響を与える。それで妊娠率が下がるんではないかという考えもあるんですね。ですから、あまりプロゲステロンが高くなると全肺凍結し、 凍結誘拐配色を試みた方がいいという考えもありますしいやいやこのプロゲステロンの上昇を阻止するように何か考えた方がいいという考えもあります調節卵巣刺激の後期に発現するプロゲステロンの上昇に関し25年以上も前から報告されていますしかしこのような現象を引き起こすメカニズムに関してはよく分かっていません また ART の結果に及ぼす影響に関しても必ずしも意見の一致を見ていません。IVF において血中プロゲステロンレベルの測定は循化のステップを踏まないで測定する方法が一般に用いられています。しかし直接免疫測定法では得意度が低下するのではないかという点が危惧されます。 低レベルのプロゲステロンを測定する際に偽陽性という反応をもたらすこともあります調節卵巣刺激後期のプロゲステロンの上昇は卵子には影響を与えませんしかし肺の質にも影響は与えないのではないかとも考えられていますが子宮内膜にどのような影響を与えるかということに関して懸念も示されています 今日ビトリフィケーションを利用した前排凍結も試みられていますが、超絶卵巣刺激後期のプロゲステロンの上昇を見る症例には有用な方法となるのではないかと思われます。はい、ちょっと先のところから見てみましょうか。超絶卵巣刺激で再卵するというのはですね、もう千九百八十八年頃から日本でも広く行われるようになりました。ですから再卵数が実個以上時には十五個。 またそれ以上を再出するというのもありましたその時に Hg 投与日のプロセロンの上昇が問題となるという論文が出始めましてその域値が1.5ナノグラムパイメル以上ある場合妊娠率は落ちるとしたがって凍結誘拐肺移植を行った方がいいという説もありますしそのプロセロンのわずかの上昇っていうのは測定法の誤差の範囲だという今行われているプロセロン測定法の免疫学的な 得意度が低いそれが偽陽性を生んでいるんじゃないかという説までもありますしたがってこのプロゲステロンの上昇につきましてそのメカニズムその臨床的意義についてまだこれから解決してしなければならない問題があるというような状況でございます 今日、早発プロゲステロン上昇を阻止する方法を講じることは重要で卵子や肺の凍結は必ずしも最善の方法ではありません IVF における卵巣刺激の最も重要な因子は患者の卵巣の予備能や調節卵巣刺激の際のホルモンの状態などに基づいて投与量を調節し個別的な対応をとることが勧められます えー、この超卵巣刺激の最後の段階で卵胞が直径が18ミリ程度になった時にプロゲステロンはわずかに上昇します。しかし明らかな上昇1.5ナノグラム以上になりますと妊娠率は少し下がるという報告があります。そこでそのような上昇をもたらさないような卵巣刺激表個別的な卵巣刺激表例えばゴナルトロピン量を少しステップダウンする方法なども 考えてみたらいいいいのではないかということですねこの著者は凍結誘拐肺移植よりもその個別的対応ということに対してもう少し考えてみた方がいいという考え,の考えを持っているようでございます。 タイムラプス、イメージングを支持する者は以下のように述べています。タイムラプスイメージングで得られた所見を分析することにより、肺の発育能を予測することができる。肺の発育能に関わるパラメーターは着床能と相関するという結果も報告されています。早期の分割と同調した速やかな肺の発育は、肺盤法到達率の最も高い予測因子となるという結果も報告されています。 タイムラプスモニタリングによりその他の方法では検知できないような形態の異常も検知することができますタイムラプスイメージングを支持できないとするものは以下のように述べています現時点においてタイムラプスイメージングが従来型の配備用や評価法と比較し費用対効果の面で優れているという結果は得られていません 新しい技術が開発された場合にはそれに大きな期待が持たれますがガーナハイプイノベーションサイクルに認められるような状況について十分に考え新しい方法にメリットがあるか否か評価しなければなりませんタイムラプスっていうのはですね出てもう何年もたちに10年近くになりますが本当はこのタイムラプス技術はですね この IBF の領域では新しいんですがもう何十年も前からこのコマ撮りで形態を調べるという技術は用いられて研究に用いられてきたんですねそれで IBF に導入されましてですねこれをやるとその分割気配の発育動態が詳しく分かるしたがってそれを参考にするとこれがいい肺なのかどうかってことを判定できるということです大きな期待を集めました。 しかし、その後いろいろ分析しましたらですね、必ずしも妊娠率の上昇に結びつかないということも分かりました。したがって、その評価が一応落ちましたけど、また再度分析を始めまして、少しずつ関心が高まっています。で、新しい技術というのは、ガートナーサイクルとやりまして、一時は熱狂的な期待を持たれるわけです。その後、 ガクンとその評価を落ちましてですねで、また持ち直すというサイクルなんです、どんな新しい技術もそういうふうになってますね、今、持ち直しつつあるところ、しかし今までの研究ではタイムラプスを用いたとしても、えー、IBF の成績が、ART の成績が顕著に上がるわけではないから、必ずしもそれを導入する必要はないんじゃないかという意見の人と、まあ、あ いろいろな意味で新しい知見が得られるので学問的にもそれを導入した方がいいだろうという意見の二つがあるというような状態でございます長期のエストロゲンの欠落は心血管疾患の推定リスクの上昇と相関しましたまた長期のエストロゲン被曝はリスクの低下と相関しました このような結果は、原発性卵巣不全と診断された女性において、エストロゲン補充療法を早期から、また持続的に使用する戦略を支持すするものです、はい、原発性卵巣機能不全とか、または双発閉経とか、いろんな呼び名で呼ばれますが、このプライマリーオバリアン・うん、インサフシエンシー、POI ですね、この年齢が若くしてそういうような状態になったときには、 早めにエストロゲンの補充をやらないとですね、心血管障害、例えば心筋梗塞だとか、脳梗塞だとか、脳卒中だとか、いろんな現象が起きやすくなります。心臓と脳の血管障害が起きやすくなります。だからエストロゲンの被ばく、エストロゲンの投与する時期ができるだけ長い方がいいと。で、この意義について、えーみ,えー、みんな自覚して。 治療量が当たるべきだ、とすする論文でございます単一誘拐性倍数性肺移植において NGS を用いて PGS を試みた場合にあれ CGH を用いて PGS を試みるよりも妊娠の結果に有意な改善が認められました。 NGS はモザイクの肺のような生存能の低下した肺を特定しスクリーニングする能力を有しておりさらに部分的異数性や3倍体なども検知することができます NGS を用いた場合異常な肺を排除することにより継続妊娠率、生児出産率など妊娠結果に改善をもたらすことができると思われますこの全ての染色体を対象にいろいろ分析法があります で、アレ CGH というのが比較的高く用いられてきました。で、一番最初のフィッシュなんていうのはもうすぐですね、こんな有用性はないということで破棄されました。で、一番新しいのが、NEXT GENERATION SEQUENCE というものです。これやりますと、染色体の中のですね、微小形質や逆位や点座なども調べることができます。また、あ単一塩基の形質。 なんかもです、ね、変異ですが、単一塩基の、えーえー、変異なども調べることができますので、そういうものをどこまでスクリーニングすればいいのかというのが一つの問題となります。今のところ、ネク x t ジェネラルスイクエンスが一番いい、えー。それについて、アレ CGH がいいのではないかというふうに考えられています。ですね、しかし、それぞれの方法にはメリットとデメリットがありますから、これからどういうふうな方向にいくのか。 さらに、えー、たくさんの検討が進められて、方向性が示されるものと思われます。IVF において、GNRH アンタゴニストの開始時期を、治療周期日、エストラジオールレベル、卵胞の大きさを基準にしたところ、これらすべての因子は、臨床的妊娠率の独立した予測因子となることが明らかとなりました。 エストラジオールレベルが300ピコグラム未満と低値を示した場合また1100ピコグラム超と高い値を示した時点からアンタゴニストを投与した場合には臨床的妊娠率は優位に低下しました g n r 値アンタゴニストの投与するのは卵巣刺激が始まって6日目ぐらいから投与するフィクストプロトコール それから卵胞が14ミリぐらいになってから投与するフレクシブルプロトコル、その2つがあります。さらにその中を詳しく分けてですね、エストラジオールレベルをどのぐらいになったら開始するかとか、卵胞の大きさがどの辺まで許されるか、大きさになって、ななどの程度の大きさがいいかとか、いろいろな要因で調べてみますと、その指摘範囲というのは結構幅広いんです。しかし、エストラジオールが300ピコグラムパーメル。 未満と極めて低いで、また1100ピコグラムパーメル超とかなり大きくなってしまった、卵巣が大きくなって、エストラジオルレベルのもう高くなってしまった、そういう時からアンタゴニストを始めると、やっぱり成績が落ちるというんですね、従来型のフィクストプロトコール、またプロフレクシブルプロトコール、それに従ってアンタゴニストを投与しておけば、まあ、間違いはないんじゃないかなというふうに思われます。 全染色体スクリーニングを試み性倍数性の肺を移植したところ急上子宮の有無で ART の結果に歳は認められませんでしたこのような結果から急上子宮が認められたとしても外科的切除など適用とはならないという結果が得られましたあの MRI とか CT なんかでですね卵管孔を左右の卵管孔を結びましてその中央部から 下方の方にどのぐらい筋層が伸びているか、で4ミリから9ミリ伸びていれば、それは球状子宮と言います。で、4ミリ未満の場合は正常というふうに言いますね。で、球状子宮のものにですね、性倍数性の肺を移植してみたんです。そうしましたら、球状子宮と診断されたものと、正常子宮と診断されたもので差はなかったということです。したがって球状子宮というのは 決して病的なものではないというふうに考えていいのではないかとする論文でございます。RHLH は低卵巣反応を示す患者群と36歳から39歳の患者群で有用ではないかと思われます。 リコンビナント FSH を投与した臨床結果を分析した論文でございます。リコンビナント FSH に比べ、リコンビナント LH を投与した場合、ごく一部の患者、例えば卵巣機能が非常に落ちている患者、また年齢が36から39歳の患者に対して、少し妊娠率を高めたり、採卵数を増やしたり、 すするる効果があんんじゃなないいだろううかという論文なんですしかし内容を見ますとですねそれほど顕著な差があるわけではないということでこのまだリコンビナント LH の臨床的使用法その目的というのがはっきりしていないというのが現状だと思います。 デイ5・6の廃盤法から性倍数性の廃を選択する上でタイムラプスモニタリングを利用した発育動態は指標として有用ですあのですね廃盤法をいろいろタイムラプスで調べました調べてですね廃盤法の放廃の形成されるまでの時間それから放廃が形成されて拡張期廃盤法までの時間などの廃盤法に関わる その指標はですね、あの性倍数性の偶者移植した時の妊娠率と相関するという結果が出たんです。あの分割肺のいろいろなマーカーを用いてもです、ね、妊娠率を高めることはならないということなんですね。だから、今までの,イあのタイムラプスの評価ということに対して、もう一回考えてみる必要があるのではないかと思います。 MRNA i は子宮内膜症の患者の腹水中において変化が認められこの異所性の病態の静着の新たなメカニズムに関わっているのではないかと思われます。また、妊婦性に関わる予後を予測するためのバイオマーカーとなるのではないかとも思われます。はい、このマイクロ RNA って今流行りですね。塩基が20から25あるいは30ぐらいのマイクロ RNA というのがありましてこれが生物化的な意義を持っていると。 で子宮内膜症の病態発生にも関わっているんじゃないだろうか。で子宮内膜症群の患者と正常群の患者の腹水の中のマイクロ RNA を調べてみると差があるんですね。それからいろいろろなサイトカインレベルにも差があるということで子宮内膜症にはマイクロ RNA とサイトあ,、えー、ある種のサイトカインがその病態発生に関わっている可能性があるとする論文でございます。 IVF に対する保険適用が義務付けられていることにより、非男性因子の不妊治療周期において、育児を試みる者の,の割合は低下するという結果が得られました。保険適用が義務付けられていますとです、ね、患者さんは保険あの医,医療費の負担が少なくなりますから、あえて育児を試みなくてもいいとかです、ね、いろいろなその ART に冒険しなくてもいいわけです。 で保険適用になっていない州はですね少しでも妊娠率の高い方法を用いると例えば男性不妊でなくても育児を行う者の,の割合が増えるとかですねそういうのはいろんな ART の仕方にも少し差が出てくるんですねだからやはり保険適用っていうのは非常に患者さんにとって大きな意義があるということが 言えると思いますそれぞれの研究の対象者にかなりの多様性が見られましたが今回のメタアナリシスの結果を見ると子宮筋腫に対するいろいろな子宮温存処置の相対的な治療効果に関する有益な情報が得られましたこのような情報は日々の診療において患者にカウンセリングを与える際に有用な情報となると思われます 今回の調査で長期的な結果特に最も新しい子宮温存処置に対し早急にデータを収集し分析する必要があります普通子宮筋腫が見つめられたら子,子宮を温存する場合は子宮筋腫核出術が起こるんますねそれは腹腔強化でも行われるし回復によっても行われるそれからあ粘膜下筋腫ならばヒステロスコープを用いたあ手術も行われます それからですね、MRI とか超音波のガイド下で、ですね、超音波を用いて、それで子宮筋腫に非完結的にそれを照射し、そこに焦点を当て、凝固させてしまうというような治療法もあります。いわゆる超音波による収束照射療法というようなものがありますね。しかし、その手術はですね、3年後、5年後を見てみますと、 再手術、内視は新たな処置が必要とするものが50%も出てくるということで、そのいろんな手術方法がありますけれども、その再処置が必要となるネガティブな影響、それから疼痛スコアの改善の状態、それから QOL の改善の状態、それを調べてですね、 どのような方法がいいかということを評価しなければならない。ということで今のところ超音波を照射し非完結的に、えー、処置を行うことに少し問題があるのではないかというふうな考えが示されています。 原発性あるいは持続性の死傷株性無月経の女性の治療に GNRH パルス療法を試みたところ排卵率は高く単体妊娠率は高く OHSS の発現頻度は低いということから本治療法は有効で安全な治療法であると思われます GNRH パルス療法ってう今から20年何しろ30年もなりますかそのぐらいなんです1900 70年代の後半、1980年前後で行われた治療法なんですね。この治療法はです、ね、今、自動的に1時間半ごととか、1時間ごと、または2時間ごと、あるいは3時間ごとに g n r h をパルス状に皮下、あるいは常駐で投与する方法なんです。で、患者あたりの妊娠率は70、80%いきますので、非常に有効です。で、排卵率もですね、20%から30%いきます。 で排卵した周期あたりの妊娠率も高いということでですねいいんですがしかしやはりこの持続的にその装置を使うということに対してあまり患者からはあまり好まれないんですねだからこの論文はそういう基礎的な研究が行われた時の状況を分析したメタアナリシストを試みたというような意義で実際にこれをこれからやっていこうというような 論文ではないと思います慎重に選択したサブグループにおいて PCOS を有する患者は妊娠糖尿病、PIH、早産の頻度は上昇するという結果が得られましたまた、EE、CPA で全処置を試みた PCOS 患者においては妊娠糖尿病、PIH、早産のリスクの低下と相関しました PCOS というのはですね、少し体重が重い人 血圧の高い人です、ね、アンドロゲンのレベルの高い人などがいるわけですね。したがって、その PCOS の人にあらかじめです、ね、その高男性ホルモン作用のあるサイプロテロンアステイトというゲスターゲンを含む複合ピルを投与することによって、患者の状態を少し良い状態にしておくことができるらしいんです。それで、そのような改善した状態で妊娠に行きますと、 妊娠糖尿病の頻度は抑制されますまた、プレークランプシーや、あるいはジェステーショナルハイパーテンションのような PIH も抑制されます。さらに、早産も抑制されるということなんですね。PCOS の患者には、ぜひこのサイプロテロンアステートを含む複合ピルの投与を試みていただきたいと思います。 生殖年齢であるも比較的年齢の高い女性から得られた人、子宮内膜、間質細胞のインビトロにおける脱落膜化を DHEA は促進するという結果が得られました。受胎期において DHEA を補充することは自然周期あるいは ART 周期で子宮内膜の機能を促進し妊娠率を向上させる可能性が示唆されました。 これはです、ね、比較的高齢の女性の子宮内膜を採取してその肝細胞を培養したんですね。そ,してその時に DHA を添加しておきますとです、ね、テストステロンの分泌が促されたそれから大ハイドルテストステロンの分泌が促されたそれからホルモンを産生するための酵素の遺伝子の発現が促されたというようなことでそれらが案外着床を を促進するんではないだろうか、えー、脱落膜下を促進するんではないだろうかというふうに著者らのおいていますしたた果たしてこのアンドロゲルの上昇が脱落膜下を促進していい結果をもたらすかどうかっていうのは実際にこれから臨床試験やってみなければ分からないと思いますまあ関心はありますね DHA まあ卵膀の予備のの 低い人に投与していますからそれを投与することによって内膜ま,までも影響するということが明らかになればこれまた学問的に面白いと思いますセミノーマと診断され一足の清掃の摘出を受けた患者が他方の清掃にもセミノーマが発熱し根治手術を受けることになりました 術前に患者は無精子症と診断されたため体側の清掃の摘出の際に温庫・手セが試みられたところ精子の回収に成功し凍結保存が試みられましたこのセミノマトを診断されて手術<ん>して一足の清掃を取ったんですねその時また多足にできたためにこの妊娠性温存の専門機関に紹介されてまた清掃を 適とその時に温ン手製腫瘍のある精巣から精子を採出する手セをここを見たところ多数の精子が採出されたというんですまた摘出した精巣からも精巣が採出されたということでですねあの両側の精巣に腫瘍が発生した場合でも精子は十分に回収され将来、えー、育児なんかによって妊娠が期待できるという論文でございます。 え今日はこの o f ティアンドスリといィーの4月号これでえ終わりましたで。もし先生方何かこの,この4月号の論文で何か情報が欲しいという場合どうぞ国際医療技術研究所にアクセスしてください。何か先生方のお役に立つような情報を提供できるのではないかと思います。それではまた来週お目にかかります。今日はありがとうございました。